ことですね、うんうん、こういうふうにね、うん、そこから覗いて、光が漏れてる感じですね、はい、この上、ここのところ、これ、はい、あのプロミネンスが見えてますね、これ、うん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 、で全体にこう赤いのはこれプロミネンス、出っ張ってるところはプロミネンスなんですけども、はい、それ以外のところこれ彩層の部分が見えてるんですね。でそれがちょっと赤く見えている、うん、でこの部分、この部分がここコロナ、内部コロナがここにちょっともう見えてますよね、ここね、ちょっとあもうではなくてまだ見えてる状態ですね、ま、これ第三接触ですからね、うん、というわけですごく綺麗に、うん、いや感動的でしたね、やっぱりね、もうこちら言葉少なくなってますからね、なんかもう今喋れないのでちょっとなんかもう、ね、そうですねもう燃え尽きましたね、もう、はい、もうそろそろ終了しましょうかみたいな体力的にはね、もうさっきのおで使い果たした感じがしますけど、ね、いや本当にもうなんか、うん、日食始まる前の、うん、なんかね、クイズとか何だったのかなっていうぐらいあれ何だったんでしょう、あれなんでじゃんけんしてたんだっけみたいな、何だったんでしょうねあれ、うん、あなんかクイズやってましたねそのクイズの4問目の見れるか見れないかは見れました、うん、完全に見れましたね、見れたが正解でしたね、うんうんうん、おっ、井上つながった、現地の様子です。さあ音声はつながってますか、音声も、井上さん、あいや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 あ、出た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 、あった見つけましたね、見つけたね、あった大人気でみんな取り合ってるよ、うん、あみんな見てくれてるね、持ってるのに、うん、あったあった取り合ってすごいな角度的にみんな太陽見てないよね、スキボクだみたいな感じで取り合ってますね、みんなカメラ目線ですねあでもみんなこうね、合うようにかけてくれてる、いいねいいね、アフリカの人ってね、カメラ好きですよね、うん、カメラ持ってると必ず寄ってきますからね、僕もエジプトの時に何枚現地の人、子供たちの写真撮ったことか、みんな寄ってくるんです、うん、みんなかけてね、変わる変わる、すごいなこの映像、あ嬉しい大人気ね、そうですね、うん、この子たちにはなんかその一生の思い出になるわけですよね、これが、うん、忘れられないですよね、うん、井上なんか言ってよかったね、うん、あれ井上さんあれはい、はい、かなりまた、はい、うん、はい、曇ったのかな、そうですね、今はもう普通に、いや曇ってはないです、薄雲がかかってるぐらいですね、うんうん、あじゃあ本当にあのピークの瞬間は晴れてくれたって感じだったんだね、今こうちょっと雲がかかっちゃったけど、うん、そうですね、うん、うん、ものすごい早く移動した何かに追われてるんですか今直しました、あーそういうことです、あ、はい、今、はい、あら今少し離れていたので、うん、カメラのところからもう夕日、はい、でもこの後も問題なく最後まで見れそうですね、終わりまで、今何時ぐらいなんですか、現地は、こっちはあの今17時40分ですね、おお、そうですか、もう19度、20度、うん、切りましたからね、はい、じゃあもうあと数十分で、いつもならこの時間、はい、もう太陽沈んじゃう感じ、そうですね、うん、はい、沈んでしまいます、いつもならですね、この時間はもう雨が降っていて、あのスコールの雷雨なんですけれども、本当に今日は全くそういう雲は見えないので、うん、奇跡的だったなっていう感じですね、今日は、いやいいな、この夕日の映像ね、ね、はい、
サンセットリレーグローバルみたいな。現地の方もですね、やっぱり、はい、現地の方も、まあ、会期の瞬間が終わったら、もう結構このまま帰ってる感じですね。そうだね、もう宴の後だよね、こうなったらね。燃え尽きましたよね、みんな。完全にそうなってますね。ただあの手元にはですね、みんな手には日食グラスを持って帰っているので、この後もそういったものを使って太陽を見てくれれば、それは嬉しいですよね。うん、うん、そうだね。はい、そうですね、ちょっと残念なのがやっぱり窓さんサングラス、あの日食グラスをもっと持ってこればよかったなっていうか、もっとあればよかったなっていうのを感じるんですけれども、いや、大人気だったので仕方ないですね。アフリカのどこかであれは大人気ですよ。はい、ええ、そうですね、知らないところで多分、ね、どこかの村に、そうそうそう、どこかの村でね、楽しいので、はい、みんなが楽しんでくれてるよ。うん、いや、俺もあの送ってよかったよ、本当にね、自分のやつを。そうですね、うん、なんか番組用に残しておけばよかったなっていう、はい、ちょっとちっちゃいね、ちっちゃいプロデューサー心が働いたんだけど送ってよかった。うん、こうやって楽しんでいただけるんだったらもういいですよね。バシさんからそこは追加発注やなって。もう作りましょう、作ろう、ね、作りましょう、うん、世界的なヒットになりましたから、うん、もう作ろう。そうですね、まだでも何人かは残って、今このようにですね、うん、あ、見てるね、まだまだ見ていますね、うん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 、はい、じゃあ少しこの後、美濃部さんを映してみますね、はい、おっ、じゃあこれ一瞬井上の映ったぞ。井上の、おい井上、はい、はい、井上も出てよ、今の井上の、あー、あー、あー、みのさんだ。今日はとても素敵なね、会議辞職。父ちゃん、父ちゃん。はい、あのね、とても素敵な会議辞職見ることできました。いやー、本当に素晴らしかったです。素晴らしかったです。そうですね。はい。あの、結構ね、ダイヤモンドリングが今回の場合はかなり細長くて、そして一つ切れてたんですよ。切れて一つポツンとありましたね。はい。うん、あれがとても素敵でしたね。うん、今ですね、あのスタジオの方にアストロアーツの大熊社長さんがですね、はい、いらっしゃってて、はい、あのいろいろこう解説をしていただきながら、あの、はい、見ていったんですけれども、はいはい、僕あの現地の、はい、その歓声がですね、はい、やっぱりすごいなんかこう、なんかいいなっていうか、暖かいなっていうか、もうスタジオ全員現地に行きたくなりましたね。で、やっぱり感動的なんでしょうね、現地は。そうですね、私ね、あれ聞いた時にね、涙が一瞬こぼれました。やっぱりそうですよね。現地すごい感動的でしたよ。ああ、いいな。そうなんです、あの涙がね止まらなかった最初は。今でもまだ感動でね、あのうるうるしてます。いや本当にあの美濃部さんがそのアフリカの子たちにその日食グラスを、まね、はい、届けようということで、はい、あの今回のプロジェクト、はい、であの、はい、僕らもそれにそのまあ、はい、ちょっと便乗させていただくような形で、井上も一緒に行かせていただいて、この中継ができたこと本当に感謝いたします。ありがとうございます。はい、いい、どういたしまして、こちらこそ本当ありがとうございました。はい、皆さんが喜んでいただけたらね。日本の皆さんがね、喜んでいただけたらよかったかなと思います。はい、いや本当にありがとうございました。はい、いえいえ、こちらこそありがとうございました。またあの日本にあのお帰りになってからですね、あの番組の方も遊びに来ていただけたらなと思うんですけれどもね、はい、娘さん一同も見てらっしゃる、見てらっしゃる、はい、結婚式泣かなかったの。結婚式は泣かなかったのに、アフリカで泣いちゃった。非常に面白い番組の話。はい。井上さん。さん、ですね、うん、今、はい、どうぞ。こちらあの8日のですね、お昼頃日本に着く予定なんですけれども、8日ね、その後。切れたかな、切れた、そう、日本に着いた後すぐにソライブに出演していただけると、美濃部さんからは
のいただいて、本当ですか、すごい、ありがとうございます。何日って言いました、ちょっと途切れ途切れだったんですけど。はい、お昼頃、8日ですか、うん、ですね、8日の12時頃、お昼頃に、うん、はい、なるほど、8日のお昼頃に日本に着く予定なんですけれども、はい、そのまま成田から、そのまんまでですね、そのまま今回のまあ総括というか、そういったものをですね、うん、皆さんに届けられればなと。うわー、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。またムーンですね。ムーンですか、はい、了解しました。でその後のムーンが、はい、その後のムーンもおそらくあの夢空天文台の予定なので、うん、そこであのゲストに美濃部さんに出ていただいて、あのそれちょっと時間長くねえか。大丈夫なんですかね。移動のお疲れもあるでしょうに。そんいや、あの美濃部さんがぜひぜひって言ってくれたんで。いや、お前がゴリ押しの交渉でしょ。毎回そうなんだよ。毎回。あのね、大隈さんもそうなんですよ。もう本当にね、いつもお忙しい中来ていただきまして。いやいや、あのそういった、はい。ありがたい話ですね。はい。はい。なので、そういうふうな予定になってますので、その8日の放送もぜひあの楽しみは見ていただければなと思います。はい。ところで井上さん、はい、井上さんの顔出しはいつなんですか。いやですね、先ほどちらっと映ってしまって、あって思ってしまったんですけど、知りますか。もちろんですよ、ここから10分井上です。いや、じゃあ元気に僕たち一緒に映りますね。はい、はい、おー、いい絵だね、いい絵だね。そうですね、どんどんまたこれも集まってきてくれてですね、うん、本当にそうだね。あれ、はい、サムネイルです。井上のサムネイルをお送りしてます。この写真変えた方がいいぞ、井上。そうですね、うん、いや、でも今日はニール。これがあの社員証とかの写真なんです。社員証が悪すぎる。はい、いやー、井上さん、今回本当にいい仕事をされましたね、もう。おめでとう。はい、ありがとうございます。いや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 、ありがとうございます。はい、いや、あのでもあの本当にですね、あの、うん、こっちに来て痛感したんですけど、うん、やっぱりあの中継には回線と電源さえあれば、日本であればどこでもできると思ってたんですけども、うん、こちらではやっぱり安全面のサポートっていうところをかなりたくさんの方にしていただいたので、うんうんうん、それがなかったらおそらくここでできてないような気がするんですね、うん、ちょうどこのテラルネッサンスがある横にもあの軍事施設があって、それ以外のところを移したらダメだっていう話とかもありまして、うん、かなりそういったところで制約がある中で、この施設の中であればどこからでも OK って言っていただいたこのテラルネッサンスの、うん、まあ、の小川理事さんですね、うん、とかですね、まあ、その他あの大勢の方に協力していただいたので、うん、それがなかったら多分中継できてなかったんだろうなっていうのを今感じています、うん、いや本当にその通りですね。井上からそういう言葉が出るとは思ってなかったんですよ、はい、いやもうてっきり、いや僕のおかげで成功しましたねって言うかと思ってたもんね。もう今日は言っていいですけどね。そうですね、もうヒーローですから。もう今日は言ってもいいです。うん、いや、大人になった。大人になったな、井上。大人になったってきて、もう。いやいやいや、そうですね。そういったサポートのおかげで皆さんにこうやってあのアフリカからですね、うん、そういう瞬間を届けられたのはすごい良かったなと、うん、今自分で思ってます。いやー、またこれまたいい絵だ。ね。うん。ピュアな、ね、子供たちが。そういえば、あの、末広さんっていらっしゃるの、はい、近くに。あ、いますよ。あ、そうなの。ちょっと待ってくださいね。はいはい。じゃあ、末広さん。末広ファイブ。末広さん。はい、あ、末広さん。あ、末広さん、こんにちは。どうも、ありがとうございます。この度は。いいえ、とんでもないです。こちらこそありがとうございました。いや、本当に素敵な、素晴らしい映像を、あの、いただくことができまして。あ、そうですか。こちらでやったと、あの肉眼で自分で見てたので、うん、その素晴らしさしかわからないんですけど、いや、多分現地の方が、それ肉眼の方がはるかに大きいです。あ、そうですよね。いや、もうなんか現地のその感動とかその楽しさみたいなのは
あの声ですごい伝わってきました。はい、なんかあの末広さんもいろいろ、あ、そうですか、よかったです。ちょうどあのその日食が始まる前に、はい、あの皆さんにその日食ってこういうことだよとかこういうことに気をつけてねみたいなお話をされているところ、ちょうど中継もつながせていただいてたんですよ。ちょうど、あの、そうなんですね。ええ、本当に現地、あ、そうですか、恥ずかしいですね。現地の活動も大変だと思うんですけれども、本当にお疲れ様でございます。はい、はい、はい、今日は美味しいビールが飲みそうです。はい、いや、また帰られるまでいろいろと大変だと思うんですけれども、ね、ぜひまたソライブの方にもですね、遊びに来てください。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いや、はい、そうですね、素敵な仲間がねできましたね。ソライブってこんないい番組でしたっけ。そうですね。はい、まだこの他にもですね、うん、現地 の青年、海外青年協力隊の方とかもですね、さまざまな面でサポートしていただいたりとかしてたので、まあ、この後また首都のパンパラに戻ってですね、また一緒にご飯食べる約束もありますので、なるほど、まあ、そこでお礼を言いたいなと思ってます。いや、いいね、もうどんどん交流してきて、はい、うん、グローバルに行こう。そうですね、そのソラーはもう世界中つながってるですね。うん、そうですね、一番ソラーつながってるって感じたのは、今日ハローが出ていたのがすごい感じましたね。うん、日本でもやっぱハローが出るとウェザーリポートがたくさん来たりしていたんですけれども、うん、こちらでも出てるんだっていう風な、うん、ことを感じてですね、まあ、そういったのが普通にアフリカからリポート来るようになればいいなっていうふうに普通にちょっと思ってしまって、うん、まあ、なかなかそこまでの道のりは時間かかるとは思うんですけど、うん、まあ、そういった感じでできていけばいいなとちょっと思いました。いいね、うん、はい。前いいよ。はい、帰ってきたら抱きしめてやるから、はい、よくやったって。それは大丈夫です。大丈夫です。お前受け取れよ。本当に。いやそれは大丈夫です。堅くなに拒否。そこはもういいんですね。はい、はい、ね、だいぶ今もうほとんど、うん、部分、はい、月食も、うん、今見えてますか。まだ一応送ってはいるんですけども、もう暗くなっちゃってるね、フィルター的にというのかな。そうですね、今明るくなりました、明るくしました。おお、ちょっとディレイでこっち映像が届いてないけど、もうちょっとしたら来るかな。はい、夕日綺麗だな。うん、綺麗ですね。うん、そうですね、うん、あ、来た、うん、来ました、うん、来たよ。はい、あと35分くらいかな、この欠けてるのが継続するのが、うん、そうですね、今美濃部さんたちがですね、現地の子どもたちにインタビューを取ってますね。どうでしたかっていうような形で、はい、なかなか貴重な体験ですね。ただもう本当にそこ以外はですね、人がもう帰ってしまって、まさに祭りなぞっていった感じですね。さっきまでは盛り上がりはどこに行ったんだろうっていう。はい、そういうもんです。誰もいません、もう。みんなこれね、お家に帰ってからまた家族の人たちと盛り上がるんですよ、はい、お母ちゃんね、すごかったねって話を早く報告したいんですね。そうですよ。ねえ、井上、ね、井上、今日は飲んでもいいよ。はい、うん、あ、本当ですか。よくね、飲みすぎ、毎日飲んでます。なんだよ、言うまでもなく飲んでた。そうですね、こちらビールとかも美味しいので毎日飲んでます。ほどほどにっていうところで。はい、そうなんだね。そうですね、はい、
でもやっぱりあのこっちに来て規則正しい生活をしててですね、うん、朝の12時ぐらいには寝てですね、うん、朝の7時ぐらいに起きてみたいな日本では考えられない生活をしてます。そうだね。そうですね。ちょっと健康的になったんじゃない？はい、なんか。そうですね。少しあのかなりあの困ってることはたくさんあるんですけど、お湯が出ないとかですね。うんうん、はい、まあ、そういったところあるんですけども、うん、まあ、なかなか楽しいあのウガンダ、まあ、あの旅行というか出張になってます。お前今旅行って言ったの？仕事だよ。旅行って言ったの？ちょっと言葉をなんか間違えそうになった。観光気分だよ。楽しまれているよ。楽しんでるね。いいじゃない、いいじゃない。はい。そうですね。こちらはそんな感じです。はい。本当にいい中継ありがとうございました。はい、いや、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、あいつなんか男の顔になったな、なんか。いやうわ、すごい、ちょっとパチ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 。パチパチが。見えない。あとこれは何分ぐらいで終了するんですかね。第4接触まで、うん、あと32分くらい、うん、そうですね、はい、まあ、それを見ながらですね、うん、あのリプレイ映像がそういえばできたということなので、ちょっとあの感動をもう一度、うん、見ていきましょう。今度は冷静になってこう、うん、そうですね。落ち着いて、はい、いや、あのもう映像取り切りで音声だけでいきましょうよ。はい、それではリプレイ映像です。どうぞ。あ、来たね。もうここでもうフィルター、このタイミングで外してくれると一番良かったとは思うんですけど、フィルターフィルターって言ってましたよ。かけ始めてますよね。ほら、二つに分かれたでしょう、はい、フィルターフィルターしか言ってないフィルターフィルターフィルターで、うわー、出たー、すごい。チャットも今さらフィルターフィルター。ドキドキしましたね。右下2箇所、これから、これ色がすごい綺麗。ここの、これがあの彩層とブロミネスですよね。来た来た来た。で、あの上が1箇所。だね、下が2つに分かれて、はいはい、でさらに3つ4つってことで、ピカ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 って、これすごい。あのね、あそこをやっぱ見てほしかったかな、すごいわ。これはやっぱ山の谷間の数だけダイヤモンドリングが並んだっていうか、ね、キラ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 ってきましたね。いや、すごいいい映像ですよ。よかったですね、これ。よかったですよ。当初の、アップのままの映像だともっとはっきり映ってたんですよね。もうあれ攻めた結果ですね。いや、いいっす、いいっす、全然いいっす。いや、もう一回見ようよ。とっても綺麗ですね。何回も、なんか何回でも見れますね、なんか。何杯でもご飯食べてるね。ここですよ。フィルター、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 どう？うん。まず叫んじゃったもんね、これね。うわーってなりましたね。うん、いやー、右下のね、このダイヤモンドが出てくるところもピカ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 っていうのが、この下のとこ、後でこの辺にもいっぱい出ました。出ました。出ました。今見えてますね。うんうん、連続してポンポン出てくる。すごい。このダイヤモンド見せたらプロポーズしやすいっすよね。いや、結婚してください。うん。1個じゃないもん。ね。安い、 OK しちゃいますよ。ね、これは。すごい綺麗だよね。いやー、いい。やっぱ今回第三接触は見どころでした ね、うん、ね、本当に予想通りに輝いてくれて、はい、よかったです、もう一回見ようよ。相手がいないとか相手がいないプロポーズの話か。
回でも見れますねこれ。もうちょっと違う、もうちょっと、そう、そうそう、そこから、そこから。フィルターが書きたいんですよ。フィルターの皆さんもフィルターって言いたい。うん、ここ、ここ、ここ。だーフィルターちゃんと早い。フィルター、フィルターって。次、ダイヤモンド。ダイヤモンド。ダイヤモンド来た。来た。6個か7個ありますね、うん、あれね。あのね、あの水切りのような感じでポン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 って出てき、うん、できてくるんですね。すごいね。やっぱすごいわ。いやこんなにいるの。今ですね、クイズやりましたね。はい、クイズの正解者。ああ。お。ね、こんなにいます。うお。細かくて見えないと思うんですけど、かなりの数です。かなり、うん、多いですね。スタッフ。106名も。106名。多いわ。全問正解。その中で3枚。はい。クイズ難しくするってしたのにそんなにいたんですか、正解者さんが。あえてそのなんかじゃんけんとか入れて、うん、絶対わかんないような、減らしましょうみたいなこと言ってたんです。すごいな、うん、じゃあ106分の3、うん、お一人ずつ引いていただけますか。そうですね、はい、じゃ あの先着3名様、はい、先着で抽選で3名様、アイディン1枚の、福間さん1枚の、逸也1枚、はい、行きましょう、はい、ではまず1人目は、あこれ寄れないでしょ、こんなとこ。寄れます？寄れないよね。寄れる？行きましょうか、大丈夫ですか。じゃん、トコタン@愛知さん、おめでとうございます。やっぱり寄れねえよ。これは寄れないでしょ。寄れねえよこれ。寄れによってこんなちっちゃなくじ。トコタンさんおめでとうございます。トコタンさんおめでとうございます。お部屋に貼ってください。次は私ですか。はい、聞いていただきます。大熊さんからもドラムロールを入れる余裕が出たか。みちアット東京国立。はい、みちさん、おめでとうございます。おめでとうございます。だから読めないって。読めないって全然寄れてないです。A じゃないよ。はい、はい、じゃあ次は、次はいつだ。はい、じゃあ、はい、見せていただきます。ラストです。じゃん、おやった。お、はい、ここでいく。FDA アット静岡。そこ寄っても読めないよ。全く読めない。全然読めないです、はい、FDA アット静岡市さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあもう一回、はい、お読みしますね。トコタンさん、トコタンアット愛知さん、おめでとうございます。おめでとうございます。続いてみちアット東京さん、おめでとうございます。はい、FDA アット静岡さん、はい、こちらの3名の方に、特製ポスター。ちょっとですね、サインいただくまで時間かかりますので、うん、はい、発送は1週間ぐらいかかるかなと思います。はい、発送したらまたご連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、FDA さん、あれ当たったって、あ、当たりました。当たりました。はい、他の皆さんもご参加ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。いやさあ、ということで、もうそろそろその番組の締めに入ってくるわけなんですけれども、これから その天文イベントですね、うん、はい、どんなものが、何を置いてもとりあえず、うん、アイソン彗星がもう今月ですね、うん、今月の29日には太陽に近づきますので、うん、それを過ぎて明るくなってくれることを祈りたいですね、うん、大熊さんのところで出されてるアイソン彗星 の本あるじゃないですか、うん、
この間のサポーターさんが、はい、あのアイソンってあの白い文字で書いてるところを自分で修正して、はいはい、アイリンって書いてるのを持ってきて見せてくれました。あ、なるほど。アイリン彗星になってました。アイリン彗星に、はい、私この間本屋さんに行って、はい、あの写真を撮らせてもらいました。本屋さんにあの写真撮っていいですかねみたいな。OK でした。あ、大丈夫でした。関係者の方ですかって聞かれて。あ、いやいやいや、私でしょ。あのっていうのがちょっと、ちょっと恥ずかしかった。あの実はこれが。あのっていう。これ？これがみたいな。そうですね、今ね予想の高度よりはちょっと暗めで来ていてですね、はい、心配はしてるんですけども、うん、まあ、彗星だけは何があるかわからないので、うん、期待はしたいなと思っています、うん、なるほど、はい、いやこの間のパンスターズも結構頑張ったんですけど、はい、あの写真としてはすごい綺麗な写真が届いてたりもしたんですけど、うん、僕らの映像としてはなかなか難しかったな、うん、やっぱりね彗星自体やっぱ暗いのでどうしても、うん、あのなかなか撮りやすいものではないんですよ、うん、ただこの間のあの流星中継を見ていたときに、うん、ワテックさんの新しいカメラ、はい、910、はい、あの910使ったらそれなりにいけそうかなという気がしてます。おお、あとはだから場所と、まあ、彗星本体が明るくなってくれることっていうところがやっぱ重要かもしれないですね、うんうん、見たいですね、アイソン彗星も、うん、見えると思いますよ。見えますかね、またこういうことをさあ勝手に後でまた怒られるでしょうねそのアイソン彗星が11月、そうですね、あの 見ごろはまあ11月の9末から12月の頭、うん、あの11月、12月の頭の方がいいかもしれないですね、うん、明け方の空なのでみんな早起きして見ていただかないといけません、うんうん、はい、じゃああと1ヶ月ぐらいですかね。そうですね、はい、さあそしてその後、うん、流星も目白押しだよね。流星はまずそのアイソンが、うん、その前にね心に二度気になるちょっと前ですね、うん、に、今度でいうと獅子座流星群が11月の18、17くらいにあって、うんうんうん、でその後には12月に双子座流星群、うんうん、三大流星群の一番こう安定した、うん、あの結果を双子は裏切らないって言われてるやつね、うん、その双子座がありますし、うん、1月のお正月の時ですね、うん、3、4にかけては四分木座流星群またありますので、こちらもサライブスタートして皆さんと流星の感動をあのワテックさんのカメラでこうレベルアップした映像と一緒に共有できたらなと思ってます、うん、いや本当に年末年始の怒涛の企画から最後の流星っていうので、うん、あそこでもうスタッフ大体燃え尽きるんですそこまで家帰れないんでみんな、うん、年末から、いや楽しみが続きますね、うん、続きますね、うん、来年っていう話をすると、はい、またなんか目立ったものって来年はあんまりね目立った現象がない年になりそうですけど、まあ皆既月食があったり、土星食があったり、昼間だったりしますけどね、でもまあそれなりにあの現象はあるので、あのまた番組にお邪魔してあのちょこちょこ紹介させていただこうかなと思っております、うん、またよろしくお願いしま す, します。ぜひ夢空展問題で教えてください、はい、本当にちょっとご無沙汰しておりますさあということで、うん、最後にですね、まあ、今日ゲストで来ていただいたお二人に一言ずつ、まあ、今日のサマリーでもいいですし、うん、まあ、これからの展望みたいな話でも、うん、ちょっと一言ずついただいて、この時間は一応こうありがとうございましたということで一旦閉めて、この後はそのソライブの名場面名場面、あ、まだこの後にあるんですか、ちょっと思考を変えて名場面名場面みたいな、このテンションです、この後にあるんだ、はい、はい、じゃあそうですね、どちらから参りましょうか。あ、どうしますか、先にじゃあ自分行って最後、いや別にどっちでもいいし、はい、このままで、じゃあちょっと待ってください、あのカメラ今寄りますね、はい、はい、はい、これ大丈夫ですかね、はい、あっちのカメラですね、はい、これで大丈夫です。ドアが映ってますねドアがあ、今日も金環皆既日食ということで、ウガンダから、お届けした、皆既ですね、うん、日食、皆さんお付き合いいただきありがとうございました、うん、なんかあの有名な方とかも一緒にやってくださったり、つい先ほど水木さんから、か
感動しましたっていう、またお返事いただきます。ずるいってなんか。ずるい、いつつぶやいてるんですか。番組中こうやってます。でまあ、それは冗談としてさておきですね、はい、とにかくこの今回、皆既日食をお届けできたということで、自分的には、はい、ちょっと前にやっぱ皆既日食ということで自分上海からお届けすることをチャレンジしたことがあったんですけど、その時は全然ダメだったんですね。その時のある意味リベンジができたと思っています。で皆さんにお届けしてゴールみたいなね、フィルターとか言いながら感動を共有できたっていうのはすごく良かったなと思います。とにかくこの 夜も空を見上げてほしいということで始めた星空気象が、その皆既日食っていう、まあ、お昼の現象ではありますけど、うん、お天気自体とはちょっと関係ないというか、もちろん天気とは関係してるんですけど、星を見て感動するっていうこの感動の企画というのかな、うん、をできて、皆さんたくさんの人とこの感動を共有できたっていうのが嬉しく思います、うん、これからもチャレンジどんどん海外も含め日本国内も含めやっていきたいと思いますので、皆さんまた感動し合いましょう。スタッフ拍手してないでカメラを切り替えなさい。はい、さあそれでは大隈さんお願いします、はい、お願いします、まあ、こんな綺麗な映像が届けられるとはまず思わなかったので、うん、すごく今感動してますね、うん、事前にやっぱり、井上さんとアフリカ行くよって話を聞いた時から、うん、いろいろなこうじゃあ機材はどうしようとか、うん、こんな風にしようあんな風にしようっていうことを話し合いながら、彼がどんどんこうマニアになっていく姿を見てしまった私としては今日ねやっぱりきちっと中継ができなかったら私の責任かなと思っていたので、いやいや、そういう意味ですごく、うん、嬉しかったし良かったと思いますね、うん、まあ、今後もその星を見ることってすごく楽しいことですし、うん、そういったことをより多くの人に伝えていけたらいいなと思っております。皆さん本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。いやー、なんか本当にこの星の企画は僕らだけじゃできないできない。僕らで始めたとはいえ、もう本当にたくさんの方にそのサポートいただいて、で星の世界ってなんかこう深いじゃない。うん、深くて、で入れば入るほど楽しくなってくる。うん、でみんなで共有すればするほどもう離れられなくなるみたいな、うん、本当に面白い世界だなって思いましたんで、うん、これからもそのイベントがあるごとにですね、また皆さんにご協力いただきながら楽しんでいきたいなっていうふうに思います。はい、ということで、一応、ね、日食の中継としては、うん、こちらで、はい、終了させていただこうかなと思います。番組はこの後もまだ、一応ですね25時深夜1時まで続く予定ではありますけれども、はい、もうインターバル1回もなしでここまで、あ、1回撮ったね、1回撮ったんだけど、ここまでずっと来ちゃいましたんで、はい、ちょっと見てる皆さんも1回休憩した方がいいかなと思います、うんうん、ずっとチャット打ってますからね、ちょっと指を1回休めて、なんかでちょっと休みたいですよね、はい、ちょっとね、はい、トイレに行っていただいてですね、はい、この後、0時20分再開で参りましょうか。はい、ということで本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
いや日食って本当にいいもんですね。いいもんですね。いいもんですね。やられましたね、これはね。いやでも本当チャットの皆さんももう燃え尽きた感があって、うん、もうお疲れ様です、うん、お疲れ様ですっていうもう、うん、あれ抜けてる抜けてるの。どんどん抜けてってますけど一応特番としてはまだなんですね。はい、そうなんです。はい、はい、特番は25時まで、ね。25時まで。はい。はい。ことになってますけれども、流星はもう、あ、流星じゃない、日食は来てないのかな。日食ちょっと来てないっぽい、うん、どうしちゃったんだ、もうちょっとなんですよね。さっきね、あの急に画面が青くなりました、ね、うん、青くなりましてね回線が切れたのか、はい、映像が来てない。あー、じゃあもう、あ、さっき井上がこの後そのみんなで、うん、は食事会やりますって言ってて、うんうんうん、呼ばれたんだ。もう行っちゃったんですか、うん、25時までって言ってたんだけど多分行っちゃったんだな。うん、ね、それはもう行くべきだとも思うしね、うん、確かに私もなんかもう終わったのかな感があって、私も大熊さんたちと一緒にお疲れ様でしたって言おうとしたらちょどこへどこ行くのみたいな話だ。あ、まだなんですかみたいな。まだですよ。なんかね、燃え尽きた感がなんか分かりますね、はい、でも、うん、本当にもう感動してね、うん、ビール飲んでるね、もうね。もう飲んでるでしょうね、はい、もう今日はいいと思います、本当に。うん。さあ、じゃあここからは、はい、あのコーナー参りましょうか。はい、ドライブ24名場面名場面。はい、ありがとう。名場面名場面が今夜もあるんですね。そうなんですよ。はい、日食を見に来た方ごめんなさい。ここからはソライブナイトの通常のコーナーになります。はい、名場面名場面ですけれども、はい、今日は7本届いてるってことなんで、おー、アイリン名場面名場面参加するの初めて。初ですね。いや、ちょっとドキドキしますよ。どうですか。見たりはするんですけど、いや、なんかやっぱりここを見ておけばもう朝とかね、うん、なかなか見れない時間も網羅できるわけじゃないですか、うんうん、そうですね。いや、楽しみです、どんなものがあるのか、はい、あの出てきた映像、うん、まあ、僕も大体初見なんです、初めて見るんですけど、はい、出てきたもの大体ディスっとけば大丈夫ですね。え、そういうコーナーなんですか。ディスっておけばチャットが盛り上がるんだよ。そういうコーナーで、はい、そういうコーナーですね。わかりました、はい、でそういうの突っ込んで欲しくてみんな出してくるっていうところもありますから、うん、あ、なるほどね、はい、じゃあ私も全力でディスります。そうですね、いじってあげた方が喜びます。はい、はい、さあ、それではまずは1本目から参ります。はい、10月29日火曜日、サンシャインは、うん、お、堀田キャスターです。お、29でいいですか。これ随分今回ラインナップが偏ってんな、本当に、うん、偏ってるっていうのは事前に聞いてましたね。うん。何でしょう、図解天気の見方ですか、これはね。それではまずその1本目を見ていきましょう、どうぞ。僕ですね、作戦変えました。うん、お、作戦を変えました。作戦を変えた、変えた。はい、先ほどまで、うん、放射点に近い場所を映していて、うん、流れたとしても短くてちっちゃいですね、うん、狙いだったんですけども。なるほど、どうした、おー、どうした、お、戻ってきました。お、なんか今現地から映像が、あ、うわ、すげえ、アフリカの夕日が届いちゃった。すごーい、これたまんねえな、アフリカの夕日は。これ綺麗ですね。夕焼けだよ、夕焼け。アフリカだよ。アフリカの壮大ですね、本当に壮大ですよ。すごい、これは美しいですね。ウガンダの夕日、夕日をお届けできる日が来るなんて。これ雲が広がってきてるってことなんだ。雲だよね、ちょっとずつ隠れていて。赤道儀で動いてる。ああ、よかったよかったよかった。ああ、赤道儀が動いてるんじゃないか、もしかして。そういうことですか、ね、雲じゃなくて。うわん、何をやってるの。はい、もうだ。もう分かんないです。ゆっくりと楽しめないですね。もう現地と連絡ついてないので、うん、多分撤収してる途中なんじゃない。撤収途中で映ってたみたいな、いや、よかったですね。はい、ちょっと途中になりましたが、もう一回ね、はい、サンシャインから届いた名場面名場面です。それでは見ていきましょう、どうぞ。僕
僕ですね、作戦変えました。うん、お作戦を変えた。変えた、はい、先ほどまで、うん、放射点に近い場所を映していて、うん、流れたとしても短くてちっちゃいですね、鉄粒狙いだったんですけども。なるほど。で今はですね、放射点から結構距離を離しまして真下の空の方に向けまして、うん、一発ですね、どでかいのを狙ってですね今、挑戦しております。これ放射点にやってるとね、どうしても短くなっちゃう、はい、うん、あ、今無料です。泣いてんじゃん。いやちょっと自分で結構見ると恥ずかしいですね。いや素晴らしかったです。いやまぐれです。僕ですね、はい、これ昨日ちょっと確か村田さんに一昨日に言うのかな、まあ、あの時どうだったんだってですね、ちょっと振り返ってみようみたいな感じで村田さんに村田さんのナイトの時にちょっと質問されたんですね。はい、僕その時ですね、なんて答えたかな、あ、そうお前あの時バシさんとかにですね、まああの時がお前そうそうお前の人生のピークだったんだろうとか言われたんですよ。で僕はまだやり残したこといろいろありますし、はい、いや絶対違うし、まだまだこれからですよね。そうって初め思ってたんですけどね、はい、でもよく考えたら本当にピークだったかもしれないなと思い始めたんですよね。まだこれからです。いや皆さんもですね、きっとピークに到達した人は人しかこれ悟ることはできないと思うんですけど、そろそろ俺そろそろやっぱこれピークかなってですね、やっぱ思う時っていうのはやっぱ悟った時だと思うんですよね、そのピークっていうのを、うん、人生の先輩の森田さんもあそこまで岩さんに視線を送っていますバカ野郎って言われてもまあはい、生意気みたいです皆さん。いやもう、はい、今まで何回か言ってですねいやね、庭さん庭のね素晴らしいゴールをね決めたと映像だったんですけどね。今日普通にバナナ食べてるのが気になるのに、もう番組終わったのかなと思ったあと VTR 見るだけかも、なんか終わった感が壊れますなんかお家みたいになっちゃう皆さんもリラックスしながら見てくださいね。そうですね、はい、うん、いやあの瞬間はね、うん、窓さんから聞きました。窓さんから、うん、あ、そうです、窓さんもすごいでも感動していらっしゃいましたよ、ね、うんうん、一瞬眼鏡外してましたけど、ね、眼鏡外しておおおおってなってその後のクラッカーもできてなかった、ね、
あれ出ないんだみたいな感じでしたけどね。あれ難しいらしいですけど、いやー丹羽さんでもあの日はもうすごい、ね、うん、感動しました。私もお家で見てたんですけどね。うん、そうですよね、うん、はい、素晴らしい、はい、あ今ですね、はい、ウガンダの夕焼け特設サイトではこちらの方の映像がね、はい、今まだ流れてるみたいなんですけどね、はい、ただこの夕焼けもなくなったら多分あと10分ぐらいでなくなると思うんですけど真っ暗になると思うので、はい、特設サイトもそこで終了ということで閉じさせていただこうかなというふうに思ってます。はい、はい、いやでも綺麗ですね、とてもね、うん、なんかいいな、ここでなんかライオンとか出てきたりしたら、ね、あーここでなんかシルエットでキリンが歩いてたりとか、キリンが歩いてたりとかしたらもう、うん、リアルライオンキングみたいな、そうですね、そうですねいいですね。アフリカですもんね。アフリカですもんね。うん。うん、全くの非日常ですけど。確かに。行ったことないですもんね、アフリカって。ないです。うん、ないです、ないです。想像できないです。うん。うん、でもなんかさっきのあの、うん、特番のあの瞬間はすごいもうアフリカに行った気分になりました。うん。そうですね。うん、一緒に行った気分になりました。いや、よかったわ。しみじみしちゃいますね、なんか本当に今日はもうそういうモードですよね。なんかもうしみじみ、うん、もうなんかさっき本当金刊その会期の後から、うん、なんかあんまり喋れないです、なんか、うんうんうん、はーってなりますね。本当にそうだ、うん、もうなんか名場面もやんなくていいんじゃないかって思っちゃうそんなことないですよ、もうなんで名場面やってんのかなと思っちゃう。ここ楽しみで見てる方もいますから、こっから見る方もいますから、そうです、ね、クイズ以上に意味がないクイズはまださ、日食のクイズだったからね。そんなことないですよ。なんで庭の映像とか見てんだろうと思っちゃった。だって次も庭の映像なんだよ。あ、そうなんですか。そうです、偏りありますね、確かに。そうなんだよ、うん、もう次もう見ますなんかもうみんな見たい、ちょっとなんでこのスタジオのトーンがなんか見るどうするみたいな、スタッフもえみたいな顔になってなんでそんなトーンがなんかテンション下がってるじゃないですか。じゃあ見とこうか、ね、はい、じゃあちょっとだけ行きましょうか、ょう、はい、2本目もサンシャインです。それではどうぞ。天気の情報を見るときって、はい、森を見て木を見るってあるじゃないですか。まずは全体像を見る。全体像を見る、はい、全体像を見るっていうのは低気圧がやってくるって雨を降らせたりするのか、高気圧がやってくるのかっていう、まず日本のですね、この画角で見ていただきましょう。でちょっと時間進めますね、はい、でこの画面再度説明しますと、左側の水色青い部分が雨が降ると予想されるエリア、はい、で右側のこの灰色とか黒になってたりするやつがですね、はい、これが全雲量です。全雲量、まあ雲の量ですね、はい、上から下まで足した雲の量なんですけども、はい、色が濃いほど、これ湿度なんですけどね、色が濃い、トータルクラウドカバー、まあ、色が濃いほど雲が密だと思っててください。はい、じゃあちょっと時間進めてみますね。はい、いきますよ。でちょっと注目していただきたいのはですね、この水色の部分、はい、この雨のエリアっていうのがどのように変化するかっていうのをちょっと見ておいてください。はい、6時、朝の6時、9時、12時、15時、18時、あこれ今日ですね。だって今日見てたじゃないですか。あ、そうです、そうです、あ僕あすいません、明日今日はもう皆さん天気知ってますので。今日は知ってます。どうでした明日旦那さんも笑ってます皆さん気を落ち着けてください。みんな落ち着いてますよ。落ち着いてください。落ち着くのが大事です。みんな落ち着いてます。いらねえんじゃねえこういうの。そんなことないです。そんなことないですよ。いらないよね。